さあ今からですねナダル軍団ズームコンパという企画を、このメンバーにナダルを食えた状態で行うんですが、はい、簡単に言うとドッキリでございます。やっぱそうっすよね。そうっすよね。怪しいと思った、はい、怪しいと思った。なんかにあのナダルさん遅れてくる時点でまあそういうことなんやろうなと思いましたよ。いやまあ僕も入り時間が僕の方が30分早かったんでまあそうやろうなと思いましたけど、ね、もうドッキリ慣れしてるね。今回ね女性の方3名エキストラで来ていただいてるんですけども、はい、こういうのってね大概こういう方々ってタレントとかにいただくじゃないですか。はい、はい、なんと今回、はい、ガチの女子大生でございます。どこにあるにしてるんですか。だからナダルへのドッキリですけども池田さん、はい、刺身さんお二人ともめちゃめちゃ楽しいと思います。もう普通に僕らも楽しませてもらったっていいってことですか。はい、だからもう全然もうナダルのドッキリもあるけどももしいい感じになったらそのままもう連絡取っていただいてもいいですし。よっしゃ、マジリングライト強すぎますわ。はい、リングライト強めで、インスタグラマーみたいなやつ持ってんのそれ。これリングライト強めでいきますわ。これリングライト持ってんのやね。でナダルへのね仕掛けいろいろあるんですけども、まず自己紹介、皆さん自己紹介ねもちろんするじゃないですかコンパの時って、はい、一人ずつしていくんですけども、なんとナダルさんの声だけ聞こえないふりをしてください。奈良さんが必死に喋ってる時に皆さん全然聞こえてないふりで全く触れずに。わかりました。僕らもってことですよね、うん、そうですね、はい、これはナダル軍団のお二人ももうこれ一発目でブチ切れる可能性ありますよ。軍団長切れるか。切れる可能性あるのもかもしれないな。敏感ですからねその軍団の裏切りには。はい、だからそこをうまいことあれみたいな感じで無視やったらやっぱナダルもあれってなるから、うん、聞こえない感じにするとかね、あ、まあ、やりようはあるかもしれないですけども、はい、続いてコーナーに入ります。コーナーが一つ目がですね、はい、これなら勝てそうランキングというのがありますけども、いろんなランキングを出してですね男性陣がこのランキングなら俺勝てるわというのを選んでもらいます。なるほど。例えばまあ刺身が大食いっていう欄があったら大食いだったら僕誰にも負けませんよって言ってさあどうなんでしょうって言ってランキングを1位から3位まで発表すると、うん、それでですね、まあ、1位の方はセーフなんですけども2位と3位はアウトということでやるんですけども、そのランキングがナダルさんがもちろんですけども全部最下位になってます。これ怒らせちゃうよ。僕らも気使いますね。みんなでちょっと気使っちゃうけど、うん、そうですね、やっぱり不穏な空気にはなると思いますけども。全部ナダルが最下位、どういう反応するかというね、そこで、はい、で、コーナー2つ目がですねニヤついたらダメかっこいいゲームというね、女性陣がですね男性陣を褒めてですねニヤつかせるというゲームなんですけども、こちらではナダルさんのことは褒めないですだと思いました。もうやらないってこと。もうなるほど。まあ言うたら後でまあしっかり説明しますけど、はい、ナダルさんを褒めようとするときにこう出てこないみたいな感じですね、褒めるワードが。そうなんですよ。で、まあ、ナダルからしたらみんな褒められてるの俺だけ褒められてへんやんけとなって、どういう反応を示すかということですね。はい、で続いて、コーナー3つ目、相性合っちゃってるゲーム。相性合っちゃってるゲームというのが、男性女性の相性が合うか検証するんですけども、ナダルさんと相性が合ったら女性陣は嫌がります。合ってしまったらね。なのでナダルさんと同じような、まあ例えば好きな食べ物何ですかで、お寿司で一緒に相性が合ってしまった場合、ちょっと女性の皆さん嫌がってもらってもいいですか。はい、はい、ほんまにやるような感じで、ほんまにやるさがね。実際ナダルのことは好きとか嫌いとかあります、皆さんは。どっちでもいいか。なんとも思ってなかったかも。興味もないって感じですかね。そしてコーナー4つ目が愛してるゲーム。ありまして、男性陣がですねさまざまなシチュエーションで女性に対して愛してると
言ってもらいます。なかなか恥ずかしいですけども、はい、それでキュンとさせるんですが、ナダルさんの愛してるには誰もキュンとしません。そりゃそうだもん。はい、で逆にですよ、池田さん、刺身さん、はい、ね、の愛してる時にはちょっと差別化を図るためにちょっとわーっとキュンとなってもらおうかなと思います。やっぱその分かりやすくちょっとね、初心に帰ってめちゃくちゃドッキリかけようってなってます、今回。はい。飛田沢さんは仕掛け人とかやったことありますか？ないです。初めて。初めてです。緊張とかします？え、めっちゃしてます。いやでも気楽に、ほんまにズームコンパ自体は楽しんでもらって、もう全然大丈夫、全然大丈夫。全然全然全然フォローするから。あのズームコンパ慣れてる人頭かかないですからね。はい、ということで、ナダル軍団の2人にもエキストラの3名の方にもちょっと協力していただいて、ナダルにドッキリかけていこうと思います。それでは皆さん一度退出して、本番に挑んでもらいます。よろしくお願いいたします。お願いします。ナダル軍団ズームコンパ。はい、この配信番組は NSC ビジネスコースの生徒さんたちが考えてくれました。ナダル軍団の3名に Zoom で3対3のコンパをプレゼントしてくれるという素晴らしい企画になっております。ありがとうございます。いやいやいや、 Zoom コンパ、いやありがとう、マジで。ナダルさんね、既婚者ですけども、やっぱ一切発表できないですから。もうないですからね、こんなこと、うん、これだからもうそういう機会を与えていただいたということなんで、もうがっつりやっていいコンパと言いますかね。はい、コンパね。普段やったあかんコンパしてるんですか？いや、やったあかんコンパってそれ今結婚してるからできないですけど、はい、コトラしてコンパしてるわけですから、本気でコンパしていいわけでしょ。そうですよ、だから奈々さん本気のタートルネックの衣装でね、一人めちゃめちゃちゃんと衣装着て、本気でもこの始める前にちょっとつながってましたけど、本番前お茶ガブ飲みしてましたね。久々のコンパやから喉乾いて、喉乾いて。あ、なるほどね。どうなんですか、池田と刺身は。池田とかズームコンパとかやるんですか？いや、なかなかないんで、ちょっと緊張してるんで。まあね、はい、大丈夫しますよね。本物の酒入れとこうとは思ってます。いやいやいや、見たことない、何そのでっかい酒。はい、刺身はどうですか？あ、そうですね、まあ、でまあコンパはコンパなんで、まあズームといえども余裕。あ、出た。ちょっとね、あの、やめてください、ナダル軍団のぬるま湯に浸からないでください。いや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 、どこがぬるま湯やねん、お前、熱湯やないか。今の掛け合い、みんな初めて見たんで。ちょっと、やっぱその、女性陣、なんと今回、3名なんですけども、はい、本物の女子大生らしいです。本物の女子大生？はい。行っちゃってる。もう行っちゃった。もう行っちゃったよ。どういう、だからちょっと、ほんまにいい感じになったらそのまま連絡取っていただいていいということなんで。え、仕事取り越えていいんすか？はい、まあ、仕事いいですよ、ね、はい、なんか仕事としてね、連絡取る、はい、うん、あ、仕事として業務的な連絡取ると、業務的なね、本当にもう、うん、アナウンさんもそう、結婚してるけど全然そういう連絡は取るよと。これだって仕事やからもうそれ連絡取らなあかんやろと。なるほど、なるほど。どういった内容の、それは仕事の LINE っていうのは、まあ、あと会いたいかも、会いたいかも。仕事的なことなんかな、それは。はい、ということで、ね、女性会いたいですよね、皆さん。会いたい、楽しみ。会わせてくれ、早く。え、早く女子大生に会わせてくれ。怖いのよ、画面からそんな言葉発したら。じゃあお呼びしましょうかね、3名の女性の方を。皆さん今日は存分に楽しんでってください。はい、ということで、女性の3名か、3名の方来ていただきましょう。お願いします。おお、わわわ、おやおやおや、はい、
ということで、すいませんね、皆さん。はい。女子大生。うわ、女子大生ですね。めちゃくちゃ女子大生ですね。聞こえてますか？はい、聞こえてます。聞こえてますか？すいません、はじめまして。今回ちょっとね、ズームコンパ仕切らせてもらいます。コロコロチキペッパーズ西野と言います。お願いします。お願いします。皆さん、女子大生ということでね、せっかくなんでね、こうやってズームコンパということなんで、まあ、自己紹介でいきましょうかね。はい、飛田さんいいですかね。飛田沙和さんですかね。はいはい、すいません、お願いいたします。はい、飛田沙和です。はい、大学3年生、21歳です。21、はい、超えてる。何話せばいいですか。何でも聞くよ。はい、じゃあ、まずですね、お名前とね、お名前言っていただいた年齢と好きなタイプの男性とか、ほら、はい、じゃあ5年で21なんで、好きなタイプの男性どんな感じですか。笑いのツボが合う人。笑いのツボが合う人ね。なるほどなるほど。普段もすごい笑ってますけど、あ、横揺れをしてますね、ダウさん。さあ、飛田さんはその、はい、笑いのツボが合う人が好きということで、なんか好きな芸人さんとかもいらっしゃるんですか。好きな芸人さん、ちょっといらっしゃるので恥ずかしいんですけど、うん、レインボーさんのコントよく見てます。マジっすか。はい、めっちゃ嬉しい。やった、大チャンス。めっちゃ嬉しいんで、特別に見せちゃう。いや、見せちゃった。見せちゃった。騙されるな。騙されるな。俺もちょっと、俺のこと好きになってほしいが、タートルネックの内川みたいな。俺のこと好きになってほしいから、俺の使ってる財布見せちゃう。めちゃめちゃ財布変わったん持ってるやん。変わった財布。何今の、今のから。変わった財布。はい、そしてじゃあ飛田さん、そんなちょっとレインボーのこと好きという飛田さんね、何か一言もしあればお願いいたします。はい、コンパとかもマジで人生初なんで結構ドキドキしてるんですけど、今日は楽しみたいです。はい、お願いします。死んでください。お願いいたします。じゃあサワちゃんとかでいいですかね。サワちゃんにしましょうか。サワちゃん名前でね、サワちゃん。はい、では続いて川内さんですかね。はい、では、川内さん、お年齢お願いいたします。はい、21です。あ、21歳。なるほどなるほど。21歳で好きなタイプの男性とかいますか。身長が175センチ以上で、もうナイト厚めで、おイケメンで、おう、白くて、おう、あとアウトドア派。あ、なるほどなるほど。で、あと優しい人、男らしい人がいいです。おお、なるほど。かなり条件が多めですけどね。ハードル高すぎて、ちょっと本当に乗り越えましょう。大丈夫ね。なるほどなるほど。それはもうあれですか、俳優とかでいうとこの人みたいなのもあるんですか。俳優ですか。俳優とかだとあるんですか。顔のルックスはこうだとか、濃いめの顔が好きとか薄い顔が好き。濃いめの顔が好きです。濃いめの顔が好き。はい。なるほどね。ちょっと待ってください、西野さん。どうした。大ニュースです。どうした。今ね、僕こう、ちょっとね、いっぱい多かったからこうメモ取ってたんですよ、条件を。はい、私全部当てはまってないです。全部当てはまってない。当てはまってない報告。あ、そうか、全部当てはまったことある。ちなみに、ちなみに川内さん、俳優さんではどういう方が好きなんですか。俳優さんですか。うーん、西島さんとか好きです。西郎、朗報です。はい、朗報です。僕
全部当てはまってます。当てはまってる。やっぱ、やっぱか。やっぱ。やっぱか。カシミのフォローよ、今の。やっぱか。皆さん、一言何かありますか？今、彼氏と別れたてで、本当に彼氏探してるんで、よろしくお願いします。わあ。ちょっとじゃあ、本気でいいなと思う人探してると。はい。じゃあもう、お近づきになったら、もう連絡を取ってデートとか行きたいなと思ってってことですね。ぜひ。わあ。あら。下のお名前は？まゆこです。まゆこちゃん、じゃあまゆこちゃんでいきましょう。お願いいたします。いやいやいや、すごいですね。じゃあ続いて小山さん、ご紹介いいですか？はい、はい、フルネーム、お名前いいですか？はい、小山奈々子です。年齢は、はい、大学4年生で22歳です。はい、なるほどなるほど。じゃあお二人よりも一つ年上ってことかな？まゆこは学年は一緒だよね。そうなんですね。はい。なるほど。で、22歳ということで。22歳です。好きな男性のタイプとかいますか？好きなタイプは、見た目で言うと、はい。がたいがいい人が好きです。がたいがいい人。胸板が厚い人とか好きです。なるほどね。胸板が厚い人。はい。で、中身だと、まあ、余裕のある人が好きですね。余裕のある人ね。はい。大事やね、やっぱそれ。ね、足見なんか感じ変わったけど。え？雰囲気変わりましたね、今の聞いて。何が？どう別に。あ、余裕があるから俺にももうタメ口で。刺身の唯一の余裕のギャグ発動しなかったじゃないですか。あの余裕のタイミングでしたけどね。余裕っていうギャグあるんですけど、これは一回やってからじゃないと滑るんですよ。そうなんや。どっかで出しとかなかった。一回振りがあってからじゃないと意味わかんなすぎるんで。なるほど。刺身さん今余裕ないように見えますけど大丈夫ですか？余裕。よかったね。なるほど。余裕ってことですね。では、ななこさん。はい。皆さん、一言ありますか？はい。合コン、ほとんど行ったことないんで、はい、ちょっと、なるほど。どうなるかわかんないんですけど、楽しみです。まあ、楽しみということで。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。いや、すごい、いいですね。ほんまにこの感じ。うん、もうほんまのコンパの始まり方。雰囲気とか何から。確かに。では続いて、女性陣ね、自己紹介してもらったんで男性陣の方も行きましょう。じゃあまず刺身から自己紹介お願いいたします。はい、どうも、そいつどいつの市川刺身です。好きな食べ物はたこ焼きです。あたこ焼きということで。あ、もうそれはたこ焼きはもうずっと好きなんや。たこ焼き好きっすね。もう大阪出身とかじゃないでしょ？でも、あ、もう全然もうバリバリの東京生まれ東京育ちなんですけど。そうなんや。はい。で名前も刺身って入ってるけどたこ焼きなん。はい。すいません、ちょっとそこでやっぱちょっとやっぱ本当に好きなものを言いたかったんで。なるほどね。嘘つきたくないなと思ってみんなの前で。ちなみに刺身は好きなタイプとかあるんですか？いや、でもやっぱ好きなタイプっていうともうあれですけど、僕で笑ってくれる人が好きですね。あ、なるほど。はい、僕で笑ってくれる人。はい、なんで僕が頑張れば頑張るほどいろんな人を好きになってくるんで、やっぱ。あ、なるほどね。はい、もう自分の頑張り次第で好きな人が変わっていくと。はい。すごいですね。だから僕がもうめちゃくちゃ滑り続けてたら全員のこと嫌いになってくるんで、やっぱ。一番めんどくさい。なるほど、刺身、はい、お願いいたします。はい、では続いて池田お願いいたします。はい、大阪から来ました。27歳、池田直人と言います。好きな、タイプは、
のだめカンタービレの時の玉木ひろしです。女入ってるよ。あ、すいません、今だ誰か入ってた池田の中に。すいません、あのごめんなさい、女子大生の方で参加しちゃいました。いいんですよ、今男性陣のターンやから。違います、今日は僕らもうモテに行くって決めてますから。これのだめカンタービレの玉木さん好きなの30オーバーちゃう多分。わかんないですけど、もうモテアピールしてますよ僕。皆さん気づいてないでしょう。モテアピールしてる。モテアピールしてますよ。何ですか？これ一瞬さっきチラッとね、こう背景撮ったんですけど、これギターチラ見せしてますから。はい、モテアピールしてますよこれ。家の家具としてギター置く男ね。はい、もうこれモテアピールなんで、今日はマジでモテに行きますよ僕。もう池田くん朗報なんですけども、はい、今の全下り、タワちゃん爆笑してます。ああ、やっぱり違いますね。タワちゃんマジめちゃくちゃ嬉しいわ。ペロペロキャンディーあげちゃう。あ、何かまゆこちゃんが今のはハマりました。うわ嬉しいな、ありがとうございます。ちなみに池田好きなタイプとかこんな人ですか？はい、ガチで答えます。家庭的で笑顔が素敵でちょっと顔可愛い子です。今日は皆さんバッチグッ。ああ、すごい小気味いいな。めちゃ小気味ですね。池田君よろしくお願いいたしま す, いします。はい、ということで続いて、ナダルさんお願いいたします。ご紹介します。僕はコロコロチキチキペッパーズのドルル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 ルもっと聞こえてる。ナナさんお願いします。あれ音聞こえてるのか。お願いします。あ、あ、聞こえてる池田、聞こえてる。うん、ナダルです。ナダル、ナダル、ナダル。ちょっとちょっとちょっとみたいに。お願いします。どうも、白米食べのすけです。朝から白米いっちゃいます。そしてお昼は玄米食べのすけ。ふっくら炊き上がるぜ。なんかの間違いがこれは空気は。ごめんなさい、ごめんなさい。すいません。大丈夫？はい、大丈夫です。聞こえますか？すいません。なんか、あ、おかしい。ズームコンパなんで、すいません。僕っすね、すいません。聞こえてますか？俺の声。あ、まあ、聞こえますよ。あ、大丈夫です。すいません、すいません。はい、ということで、ナダルさんです。よろしくお願いいたします。ちょっと、こっちの方でおかしくなっちゃって、また、あとでタイミングがあれば、自己紹介、なんか、挟んでもらったら。いや、めっちゃボケれてんけど。え、ちょっと、あの、音声がちょっと、なんかちょっとよくわかんなかったですね。まゆこちゃん、聞こえてた？なんか、動いてるのだけ見えてたんですけど、あとは、なんか、何言ってるかわからなかったと。まゆこちゃん、あの、たとえ聞こえてなかったとしてもコンパでそんな顔したらあかん絶対。ごめんなさい。ちょっとまあまあ、ちょっとアクセントがね。コンパなんである程度のね、ちょっとトラブルとかありますんで。すいません。そうか。では皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。今日はですね、いくつかゲーム用意してますんで。ゲームをしながらちょっと距離をね縮めていくとか。しちゃったりしてください。よいしょ。では行きましょう、はい、俺ら勝てそうランキングなこになってるからこれで盛り上がっていこう。はい、女性メンバーにですね男性メンバーの印象を事前にランキングにしてもらいました。男性メンバーはですね、はい、俺ら勝てそうと思うランキングを選んで見事1位だったらクリアということですね。なるほど。例えばまあ池田が一番
美容に気を使ってる人っていうやつがあったら、僕やったらこれ勝てますっていうのを指名して、もしそれで見事1位が池田やったらもうそこでよっしゃで、ただしですね、それを指名してもし間違えてしまうと罰ゲームがあります。わわわ、はい、1位やと思って指名したけども2位とか3位やったら罰ゲームがあるんで、そこは気をつけてください。わかりました。アピールしちゃう。じゃあちょっと早速始めてみましょうか。始めよう。皆様自信ありますか？ありまくっちゃって、行っちゃって、びっくりしちゃって、どっか行っちゃって。あった。キレキレですね。1位のランキングって自分の中でちょっと浮かんでるでしょ。こんなんやったら1位やろ、俺。こんなんやったら。なもんは、うん。それで、ちょっとどういうランキングなのかわかりませんけども。なるほど。じゃあ、刺身からいきましょうかね。はい。はい、それでは刺身この中で、はい、ジャンプお願いいたします。え、ね、何この項目。うわ、項目がたくさんあります。え、この中から先輩の悪口言ってそうランキングっていうのは悪口言ってるやつが優勝ってことですか？先輩の悪口、そうですね、悪口を言ってる人が、だから誰が一番悪口言ってそうかでランキングつけられてるんで。ね、そんなやつ、悪口やつなんておんのか、この中に。いや、誰かしら、これ消去法で言って、うん、3人の中で悪口言ってそうだったら僕が一番、小物感あるんで。あー、はいはいはい、あー、なるほどね。ちょっと、悪口言ってそうランキングでいこうかな。悪口言ってそうランキングですか？うわ、でもいいですよ。いや、すみません、ギャグ面白そうランキングで。あ、行こう。面白そうランキング行きますか。決定でいいですか。それでお願いします。これ行こう。面白そうランキング、ちなみに女性陣がですねランキング決めてますんで。はいはい、ではギャグ面白そうランキングですね。それではそれを発表したいと思います。刺身は1位と予想していますが、はい、来ました、元にギャグ面白そうランキング、女性が決めたベスト3どうなってるか。1位、はい、やったー、すごいすごい、すごい、よく分かってるわ自分のこと。刺身見事1位でございます。すげー、お湯のということで、よっしゃ。まあ続いて、まあ刺身クリアなんですけども、一応見てみましょうか。はい、2位こちら。え、おおお、池田が2位ということで。いや、おかしい。ギャグのイメージはないね、全く。俺どんだけ、俺どんだけ露出してると。俺日本人で俺のこと知らんやつおらんで。ギャグとは繋がらんかったかもしれないですね。繋がるやろ俺、やっぺぞで出てきたようなもんやろ俺。で、第3位がナダルさんということですね。え、ちょっとみんな日本人マジで。日本人ですよ。テレビある？あんまり自分で言わない方がいいですけどね、そういうことは。なんで俺、はい、ということで1位刺身、2位池田、3位ナダルということでございました。刺身お仕事。すごいすごい、素晴らしい。ナダルさん、ギャグね、前だって中目黒の元キャバ嬢にめちゃくちゃウケてましたもんね。いや、ベーズをやりまくって。え、中目黒の元キャバ嬢、元キャバ嬢になんかめちゃくちゃウケてたのにな。するよ俺、だからコンパとか全力でやるわ、この状態。やっべーぞ。中目黒やったらウケる。あの、一番気になった顔をしてた方いました今。ちょっとあの、やっぱマユコ、マユコマユコちゃんがね、あのすごい、あのほんまに事故現場見るみたいな目で。あの、そうなの、あの言うたらほんまに一緒やからね、あのタートルネックって全然お前おさらい。確かに、ペアロックやんか。ペアロックだ、緑で。そうそうそう、内側におります。ああ、内側におります。なんか、はい、でもなんかナダルさんのこと好きそうだな、まゆこちゃん。なんかね、なんかちょっとそういうね、ありますけど、小学校とかでいじり合う二人が二人合うみたいな、なんかもう入っていけないもん、入っていけない。
じゃあまだまだありますねランキング。じゃあ続いてはじゃあ池田いきますか。どうしよう、ね、はい、ねもうプラスのやつでいきたいし、この4番のイクメンパパになりそうランキング。なるほど、イクメンパパになりそうランキング。これはお前イクメンパパになりそうランキングってもうね言ったら一人パパいますけども。確かにナダルさん。ああそっか。めちゃくちゃいいパパだから。そうか。保育園でも大、はい。さあ、はい、イクメンパパになりそうランキングこれは池田自信あると。はい、今も僕あの般若の川島さんのお家は遊びに行かせてもらって赤ちゃんも抱っこしてミルクあげたりとか僕体験させてもらってるんで、これはもういけるやっぱ子供大好き、はい、大好きなんだけどなる前から練習してますから僕は。俺前さあどうでしょう、イクメンパパになりそうランキング1位は、あんまり困るけどな、1位だってうわー刺身かい刺身が1位そうなの刺身2連続でなんかすごいぞマジでなんか懐かしいイメージないけどもやっぱ優しいってイメージあるんかな。さあじゃあ2位はでも困るか、2位ぐらいがちょうどね私。あっいけたちょっと待ってなんかえ池田が2位ということでございます。さあということは3位はナダルということですね。はいびっくりなランキングですけども、まあまあそういうイメージということでしょうね。中で俺一番おむつ替えてんぞおむつはもう1日にどれぐらい替えるんですか。1日も朝夜、うん、朝夜パンパンのめっちゃ、まあ、でもこういうランキングなんでね仕方ないです。なんでさあ池田残念1位にならなかったということで罰ゲーム。あーそっかあるんですねはいということで罰ゲームはですね、僕が OK と言うまでいないいないバーをしてください。最悪や恥ずかしいちょっとね恥ずかしい。そうか、イクメンにかけてってことっすね。そうですね。なんか女の子に罰ゲームさせようぜ。おもんないやろ、これ音が罰ゲームしても。今のは池田が挑戦して、池田が失敗したんやから池田が罰ゲームやから。なんか、でも確かにマジでナダルさんの言う通りだな。さすが。何年生きてもいないの場合見なあかんねん、俺ら。昔のコンパでね、乾杯した直後に王様ゲームやろうぜって言い出した長いさすがですね。王様ゲームしようぜ主人公みたいに言うね。じゃあ池田、いないいないば、僕が OK って言うまで、はい、お願いいたしますいないいないば、いないいない本当にいないいないカワちゃんの顔見てこっちも幸せになるわ。みんな嬉しそうにされたらもう何がおもろいねこのコンパ。おい西野さんもう OK 出してちょっともう OK ねもう OK もうお見事。ナダルさんなんか言ってましたけど途中でサワちゃんの顔見たらこっちが幸せになる言うて後輩の罰ゲームで笑ってる女の子の顔見て幸せなんや。それだけやなよかったっすよ。それじゃあナダルさんいきますか。王様ゲームしたいわこれ終わったらナダルさん王様ゲームちょっと行かせてください。早く酒飲んで王様ゲームしようぜナダルさん。でもちょっとねよう見てほしいんですけども、これはでもまあ言うて何個も当てはまるっていうのいっぱいあるけどね。まあテレビ見ててもらったら分かると思うけど、やっぱりその、はい、追い込まれてからの強さとかやっぱ半端ないし俺。追い込まれてからの強さ。あ、そのタートルネックが似合いそうとかよりも。いやタートルネック似合いそうはもちろんのことね。だってそのなんていうの、白ニット着たらナダルっていう風にもう皆さんに印象付けてしまってるっていうのもやっぱありますから。いやでもなんか先輩の悪口言ってそうランキングとかもありますけど、ど
俺言ってないから。まっすやな。もうタートル固くいきます。タートルネック。確かに。タートルネックが似合いそうランキング、もう固く1位取っとこうと。似合いそうランキングというか、もう常にテレビでタートルネック着てるから、俺以外誰が当てはまんねっていう。固くなってゲームとしておもんないから。なるほど。自信があるということですね。タートルネックが似合いそうランキング、いきます。1位。はい、おっしゃ、おぉなんでやねん、いったいけろ、いやいやいや、いけろ、うわ、いけられず、ちょっと待ってくれ、ただの一つ上の男やんけ、お前似合うやん、真っ黒で、おい上のクリニックね、はい、上のクリニック、上のクリニックやんけ、そんなもん市民だけが分かってましたなんで、なんで俺じゃなくてチョコプラさんがタートルネックボーやってんねん、お前意味わからんねん、タートルネックネキらんねんやねんな10年ぐらいやってるって俺これ。ああ。めっちゃ強いね。それで2位が。お刺身。待って待って。ちょっと待って西野。はい。ちょっと今日の3人、俺のこと嫌いなんじゃん、これ。そんなことはないです。嫌いや、俺が3位って。このラッコ。まやこちゃん、そんなことないですよね。はい。多分。前。まいこちゃんはあの振られるまで一切笑顔がなかった、俺見てたずっと自分が答えるまいこちゃん、まいこちゃん今親に風呂入れって言われた、はい、言い方やったけど、はい、大丈夫ですか、はい、じゃあということは3位がナダルさん、あ、ということでナダルさん残念ということですね、残念って、うん、やってはないってことなんですか、似合いそうランキングですから、だから今着てるナダルは似合ってないってことなのかな、どういうことなんですか、もひ皮膚やさん罰ゲームです、あうわ罰ゲームはタートル、タートルで謎かけをしてください、むずタートルとかけまして、うん、ほにゃららと解く、その心はいけます、はい、タートル、タートルとかけまして、タートル、カメ、タートルネックじゃなくてタートルってことですね、タートルですね、タートル、カメですよね、ミュータント忍者タートルズ、タートルとかけまして、タートルとトクですね、はい、むずタートルとかけまして、いけますか、謎とかけっていうのはもう浮かぶ人はパッと浮かぶんですけども、どうなんでしょうか、なんでも罰ゲームなんでね、いきます、さあいきますか、あやいける、はい、じゃあいきましょう、そんな上手くないよ、まずはい、タートルとかけまして、はい、サワーズと解く、サワーズ、はい、その心はどっちもカメカメちょっと西野チェ、あの女の子チェンジでないよそんなん、失礼な、そうだね、サワちゃん今の意味分かりました、あ、考えたら分かりました、考えたらね、うん考えら分かる、頭の回転バリ遅いやんそんなこと、だからサワーズカメカメってやグミね、そういうことでしょ、奈々子ちゃんもちょっと、奈々子ちゃん笑ってたんじゃ、笑ってなかった、いや、あんま割り分かんなかったです、なんかなんか高校卒業したんかしましたなんで高校卒業してなかった、笑われるはい、ということで、皆さんね、見事刺身は正解ということでございました、これら勝てそうランキングでした、続いてのゲームはニヤついたらダメかっこいいゲーム、はい、このゲームはですね、今から女性陣の3人に男性陣それぞれのかっこいいと思うところを山手線ゲーム方式でどんどん言ってもらいます、しかしですね、かっこいいところを言われている男性側はその間絶対にニヤついてはいけません、ね、なるほど、ニヤつくことなくクールに済ましていてくださいということですね、やっぱ褒められたらニヤついてしまうもんじゃないですか、そこをグッと加えてクールにいてくださいということで、大丈夫、一番脱がんで大丈夫、はい、
ね。暑かった脱ぎや、大丈夫。あ、暑かったら脱ぎやということなんで、暑い方は脱いでもらっても大丈夫ということですか、ナナさん。みんな、うん、来ます。あ、切るでいいですか。大丈夫ですね。あ、みんな、あ、あ、あ、それでいいですか。あかん、囚人みたいや、俺とさんはい、ということで、クールにしていてくださいということです。そして、3人がですね、女性3人に3週、つまり連続で9つ立て続けにかっこいいと言われるということですね。おー、9つ言われるわけですから、3週分ですからね。ですので、その間ノーリアクションで入れたらクリアということですね。ニヤついたかどうか僕西野が判定いたします。はい、ということで、どうですか、池田とか自信ありますか。そりゃそうっすよ、僕もうちょっと自信ありすぎるんで、ちょっと部屋じゃなくて星空の背景にします。あら、もうかっこええやんか、星空の背景にして。もうなんかニヤついたらあかんよ、それで。はい、わかりました、ニヤつきません、大丈夫です。はい、はい、まず池田からいきましょうかね。はい、わかりました。それでは、さわちゃん、まゆこちゃん、ななこちゃん、じゃあさわちゃん、まゆこちゃん、ななこちゃんの順番でいきましょうか。お、はいはいはい、池田のかっこいいところでいきましょう。はい、それではいきますよ、せーのでいきましょうか。ではさわちゃんからね、さわちゃん、まゆこちゃん、ななこちゃんでいきましょう。池田、にやついたらダメですよ。はい、いきましょう。せーの。声がかわいい。歯がきれい。いい匂いしそう。字がきれいそう。裏表がなさそう。アドリブがすごい。 お母さん思い。落ち込んでるときに慰めてくれそう。お、あと運動神経悪いのが逆に可愛い。おー、いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。耐えたね。めちゃくちゃ、でもニヤつきそうやし、ななこちゃんだけなんか運動神経ちょっと悪めなところをよく言ってくれる。どこで笑いそうやった。危なかった、やられそうになりました。いや、なんかこっちもニヤつきそうなんですけども。嬉しいは嬉しいですね。さわちゃんニヤニヤしてましたよ。言ってる時に。あら、ちなみに自分が言った中で一番好きな池田のかっこいいとこってどこですか。声がかわいいところすごい。嬉しい。女装してる時、女役の時の声がすごい好きです。わー、かわいいからね。私綺麗じゃないよ。あー、めっちゃめちゃ笑ってます。すごい。坊主2人がちょっと甲子園負けた野球みたいな顔してるけど。いや、でもこの後待ってますもんね、お二人も。そうですよ、この後まだまだありますんで。はい、池田見事クリアでございます。はい、それでは次刺身いきましょう。はい、刺身のかっこいいところね。じゃあ順番、今の順番でいきましょうか。さわちゃん、まゆこちゃん、ななこちゃんでもう一回いきます。じゃあ、はい、刺身のかっこいいところ、せーの。服がかわいい。目がつぶら。演技が上手。おいしそうにご飯食べそう。いいそう。声の聞き心地がいい。育ちが良さそう。雰囲気が親しみやすい。お箸の持ち方が綺麗そう。アウト、アウト、アウト。刺身笑っちゃいました。これはおもろいわ、これはおもろいわ。ななこちゃん今なんて言いました。え、お箸の持ち方が綺麗。いやねん、それ。ここがかっこいいと。かっこいいや。
大事ですね。ジミー、ちなみにお箸は持ち方綺麗なんですか？いや、お箸の持ち方綺麗って言われるんですよ、僕。言われんかい。いやー、思わず笑っちゃいました。いや、なんか嬉しいっていうか、なんかあのさっきの池田に比べてすげー細かいところ行くから、ちょっとなんか振り絞ってる感ありましたよね。ちょっとだいぶ絞ってたなって感じで。まゆこちゃんなんて言ってましたっけ？目がつぶら。目がつぶら。1個目が目がつぶらだったんですよ、確か。2個目なんて言ってまゆこちゃんの。あ、2個目は2個目何やったっけ？2個目は機敏そう。動物褒めるときだからそれ。はい、ということでニヤついてしまったということで、罰ゲームは何でしょう？変顔。面白変顔。面白変顔。さあ、ということで刺身、面白変顔お願いします。オッケー。いやー、めちゃめちゃおもろい顔持ってるやん。何今の顔。いや、あのみんな変顔って言うとなんか結構なんか変なのするじゃないですか、ちょっとね、ガーって口開けたり。 だからもう逆にスタンダードからのちょいずらし、あの30年前ぐらいのたけしさんみたいな顔ですね。ちょっと前の映画とかバリバリ出てたから。はい、ありがとうございます。はい、では続いて奈良さん行きましょう。お願いします。僕も気合い入れて海老蔵。なるほど、海老蔵ということですか？どっからずれない海老蔵ということですかとか言うなお前。海老蔵って海老蔵以外ないやん。エビゾーで言ってたやん、聞こえづらかったんですよ。はい、ナナさんのかっこいいと思うことですね。では、サワちゃんからまた行きましょうかね。サワちゃん、マユコちゃん、ナナコちゃんで、では、行きたいと思います、はい、準備よろしいでしょうか。いきますよ。はい、ナナさんのかっこいいところ、せーの。すいません。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、タイミングがね。ごめんなさい、このタイミングが悪かった。もう一回いきますよ。せーの。ない。あ、わかんない。あ、じゃあ順番変えましょうか。まゆこちゃんからいいですか？まゆこちゃん、ななこちゃん、さわちゃんでいきましょう。もう一回ね。いきましょう。じゃあまゆこちゃん、せーの。厳しい。あ、厳しいっていうのは厳しそう。ちょっとごめんなさい。全然いいですよ。もし何個か浮かんでるんやったら、その一つに絞るとかでもいいですけど、うん、迷っちゃいますよね。思いつかない。いっぱいあるよね。おーい、まゆこ。緑茶だから、ね、怖いお茶みたいに。あやたかなんですけども、多いお茶ではないんですよね。なるほど。ななこちゃんいきますか。せーの。はい、不衛生。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。かっこいいところですよね。かっこいいところ。あ、かっこいいところ。あ、そうかそうか。じゃあ分かりました。出ないって。かっこいいが無理やった。じゃあ奈良さんの印象とかでいきますか。さあちゃんからもう一回いきますか、はい、なんかかっこいいというか、まあ印象、奈良さんの印象でいきましょうか。はい、奈良さんの印象、せーの。スケベそう。気持ち悪い。暇な時エゴサしてそう。テレビ出たらチャンネル変えたくなる。顔が信用できない。
優先席にずっと座ってそう。確認そう。声がキモい。臭そう。オッケー。ななこちゃん、はい、最後になっていました。え、臭そう。皆さん、何食べてるんですか。アルフォートこうねやってられへんかった。え、アルフォートこうねやってられへん。脳の糖分が全部なくなっちゃったからさ。ネット貸されてる。ネット貸された。あ、そう。糖分取らないとね。まああるけど。すいません、すいません。ま、まやこちゃん、なんて言ってました？印象。気持ち悪い。ああ、なるほど。印象がってことですね。さわちゃんなんか言ってましたね。3つ目なんでした、さわちゃん。え、悪人そう。悪人そう。なんか悪そう。悪そう。ちょっと西野。はい、あの日本にこんなヤバい女存在してるの。マジで。いや、違う。なんか、一般の方なんで。こんなヤバい女トップ3じゃないのこれ、ほんまに。いや、違う。日本のヤバい女トップ3連れてきてないですよ。そんな、すごいリサーチ力やから。ナダル君ならリーダーの俺がこんな感じになると、やっぱ刺身も放心状態なんだ、さっきから。ごめんなさい、刺身がちょっと顔が歪んでますね。なんかもうさっき僕のこと褒めてるのとかもあれもう全部いらないから。味方やな。うん、最初はどういうことですか。いらないいらない。うん、いい。もうその、はい、言ってもらわなくていいよ。あ、いい。もっとちゃんと見た方がいい、ナダルさんのこと。ありがとう、ほんまに。刺身、ありがとう。刺身、こんなん。刺身のあの箸の持ち方、切れそう、くれ、俺に。箸の綺麗、箸の持ち方綺麗そう。奈良さんあげていいですか。あかんのかい。別にくれた。それぐらいよ。はい、ということででも、はい、見事に、印象で心つけたんで、お見事でございました。すごいすごい。はい、どんどん次のゲームいきましょう。奈良さん、時計見ないでください。ちょっと、すぐ時計見ましょう。はい、ニヤついちゃダメ、かっこいいゲームでした。よいしょ。相性合っちゃってるゲーム。はい、このゲームはですね、恋愛に関する質問とその答えとなる選択肢が提示されます。選択肢の中から一つ回答を選んでもらい、その回答が異性と同じだった場合、異性の数だけポイントを獲得することができます。1人だったら1ポイント、2人だったら2ポイントってことですね。はい、質問と選択肢が提示されたら、皆さんは画面をオフにしていただき、僕が選択肢を順番に言っていくので、自分の選んだ選択肢のタイミングで画面をオンにしてください。その時に画面をオンにしたメンバーで異性がいればお互いの相性がいいということですからね。奈良さんもやっぱりその映画の趣味とかさ、そういうのあった人の方がいいでしょ。まあそうやね、確かに。まあまあそうやけど、とりあえずまあちょっとほんまに結構みんなちょっと女の子が空気読めてないとこあるからさ、はいはい、なるほどね、ないっすね。いや、俺ここ何年かで一番失礼な女の子とかあるから。いけだね、そう、楽しんでいきましょう。いけだ、ありがとうな、はい、盛り上げてくれて。刺身もそんな顔せんとね。いや、でももうちょっと切り替えて、はい、今褒められるとこでやっぱり振り絞られてる感があったから怒ってるんですか。やめてくださいよ。やめてくださいよ。はい、ナダルさんでかすれたけど、僕だいぶ振り絞りでキュートでしたから。機敏そうって言われてましたから。はい、ネズミみたいに。では行きましょう。はい、一つ目の質問でございます。付き合って初めてのデートといえば、選択肢はですね、映画館、遊園地、バンジージャンプ、釣りです。はい、はい、この4つの中から皆さん選んでくださいということですね。はい、はい、ということで僕が1つずつまた言っていくんで、皆さん自分はここやと思うときに
画面をオンにしていただきたいので一旦画面の方オフにしてもらっていいですか。はい、はい、皆さんオフでお願いいたします。はい、オフになりました。では行きましょう。付き合って初めてのデートといえば、まず映画館を選んだ人は画面をオンにしてください。3、2、1。どういうこと？なんと2対2。いや、すごい。もう4人で行ってますね。すごいすごいすごい。これはちょっとタイミングナダルさん遅れて入ってきた感じしましたけど。なんか3、2、1なんでナダルさん。3、2、1のタイミングで入ってくださいね。ナダル。うん、いや俺ほんまにちょっとごめん、本当に言ったでしょナダルさん。ちょっと俺ほんま普通にやっただけ。映画って言われた瞬間ボタン取れやボタン取れやってなったけど、はい、ということで、あ、さわちゃん池田と一緒の相性でございます。やったー、これはよかった。さわちゃんよかったですね。はい、さわちゃんは分かったけど、ちょっとダブルタートルネック揃ってるやん。お前はまゆこちゃん映画館奈良さんと一緒になりましたけども、奈良と池田と、はい、と変えます。え、はい、帰ります。あ、画面オフにしちゃおうかなみたいな。プペルミニコプペルプペル、ナダルみたいな言い方でプペルって言わんとって。まゆこちゃん、一回、あ、まゆこちゃん出ましたね、一回。じゃあ、ではですね、はい、すごいですね、池田と、ま、あ、はい、という画面オフにしていただいて、はい、では続いてですね、じゃあ遊園地がいいなと思う方、ではいきます。3、2、1。嘘、やだやだ。え、1人1回出るんですか？2回出るんですか？いやいや、俺ちょっとほんま今度ごめん。じゃあでもあのマジでさっきボタン間違えたのよ。今これがマジ。あ、ごめん。さっき変えていいですか？あ、さっき間違えたよ、奈々さん。これがマジ、ほんまに。これがマジですか？奈々子ちゃんは、これは押し間違えとかじゃないですね。間違えました。間違えたんや。ちょっとよ。なるほど、間違えたんだればごめん、画面オフにしてくださいよ。はい。あ、なるほどなるほど。やっぱズームってなかなか難しいんで、そうですね、やっぱなかなかね操作の方が難しいですからね。はい、じゃあ続いて、バンジージャンプがいいなと思う方、まあこれはいないと思いますけども、はい、バンジージャンプ、3、2、1。あっ、すぐに動かちゃった。そんな自由じゃないんですよ。入っていなかったら出るとかないですから。はい、じゃあ続いて、あ、初めてのデート釣り、こちらどうでしょう。3、2、1。うん。ほんまに、いや、刺身があの、一般の休日やから、あの、うん、お坊さんのね、オフじゃないんで、あの、ね、坊主二人で釣りって行かれてもなんでね、異性がいないのでアウトでございます。はい、ということで、おもんなゲーム。いや、テーマ、違うテーマ言ってますか。テーマまだあるんで、一回オフにしてください。おもんなゲームをやらないでくださいよ。まさかの展開なんですけど。はい、皆さんオフにしたまま聞いておいてください。続いてですね、彼氏、彼女からもらって嬉しい誕生日プレゼントは、はい、手作りのもの、身につけるもの、旅行などのお出かけ。じゃあ行きましょう。彼氏彼女からもらって嬉しい誕生日プレゼントは手作りのものがいいよと思う方は3、
3、2、1。そのやり方やめてください。あの、誰もいなかったらすっていなくなるの。僕がセーターとか言っちゃったから、奈々さんちょっと反応しちゃったんかな。ニットのね、セーターちょっと着てますから、ごめんなさい。今のは奈々さんだけということで、奈々さんも禁止ですよ。奈々さんも一回使ったんでね。はい、では続いて、身につけるものが嬉しいよという方はいきましょう。3、2、1。ちょっとマジなっちゃって、ちょっとほんまに、え、さっきの間違いやったから。身につけるものがええやん。何欲しい？金あんで、うん、金はある。うん、何で、はい、ええ、うん、なさちゃん、あの、手作り、あ、身につけるものを、なさん金あるって言ってるんで、もしなんか欲しいものあれば言っていただいたらね。いや、好きな人のものだからすごい身につけたいんですけど、ナダルさんで、うん、あのね、あの、ナダルさんって言うなよ、うん、ナダルやから、うん、あの、まあまあまあ、一応でも相性合いましたということでございます。おめでとうございます。はい、よかったよかったね、まゆこちゃんとナダルさん。なんかさっきからちょいちょい一緒の画面にポンって出てきてね、いい感じだと思います。マジで、はい、奈々さんの中でちょっとまゆこちゃんポイント高いんじゃないですか、さっきから。やっぱもう一緒にここ出てきた時からもやっぱタートルネックで俺になんか意識あるの分かったし、うん、プペル見に行く。今日見に行くって言ってましたよ、ずっと。はい、ということでおめでとうございます。オフにしといてください。なるほどなるほど。じゃあ次、最後ですね。じゃあ、旅行などのお出かけがいいよと、誕生日プレゼント、旅行一緒に行きたいという方は3、2、1。ね、これは残ったメンバーでしょう。はい、あ、よかったよかった。あ、そう、池田とは、まあ、ちゃんと刺身と奈々子ちゃんがちょうど2対2でやった、すごい、やりました。なんかこれじゃダブルデートとか行ったらええやんってなるよな、旅行考えたらね。4人で一緒に行ったらいいじゃないですか。4人で熱海行こうよ、熱海。熱海、ええやん、温泉とか入って。うん、ねえ。まゆこも、会話さんがしようぜ。うん、今が寂しかったですね。な、なあ、なあさん、まゆこちゃん、あの、今、ねえ、2-2になってたんで、ちょっと、はい、まあ入ってこられたらあれなんですけども、それがカップになったから、成立したから、うん、はい、いやいやいや。ということで、マイコは、マイコ、マイコちゃん消えた、またマイコちゃんが消えたら一緒に消えるのやめてくださいよ。あ、来た来た、マイコちゃんが帰ってきた。ズーム内で、ズーム内で鬼ごっこしないでください。あ、違う、地獄。マイコちゃんが入ったら入って、ストッカーとマイコちゃんやめてください、ナオさん。はい、一応ですね、今集計しましたんで、誰が一番、相性合うポイントを稼げたか、うん、ということなんですけども、まあ、結構ね、僅差なんですけども、最下位の方罰ゲームなんですよ。罰ゲームはなんと刺身。いや、俺ちょっと待ってくださいよ。そうか、ナダルさん2回とも追ってるもんな。はい、ナダルさんはトップです。3回っていう、ずるい、ずるいっしょ、やっぱり、あの手法を使ってたらね。ずるいよ、それは。何だったの、今までの。あの手法何なんすか。やっぱ、なんぼでも出てくるんで。はい、ということで、罰ゲーム刺身ということで、はいはい、ダメですね、刺身、そんな相性合わないってことはもう、あれ、確かに、全然人のね、女の子の気持ち分かってないってことですから、うん、はい、じゃあポイント低い人には罰ゲームということで、罰ゲームは胸キュンゼリフを言っていただきます。はい、もうすぐ行きますよ、行きましょう、胸キュンゼリフ、3、2、1。
泣いてもいいんだよ。ありがとうございます。いや、ごめんかな。やめてください。写真を写すのやめてください。イラストに逃げるのやめてくださいよ。はい、ブリッケンデリューということで、はい、なんて言ったんでしたっけ、今。泣いてもいいんだよ。泣いてもいいんだよと。優しいですよ、この泣いてもいいの、うん、俺の懐で刺身のイラストの上で泣いていいですよってことですね。君のための窓、はい、刺身も結構ナナさん、あの刺身を見てちょっと仲間みたいな顔するのやめてくださいね。頑張ってないぞ、かわいそうやなって言ったら、はい、ということで相性合っちゃってるゲームでした。今のところさわちゃんどうですか、楽しいですか。めっちゃ楽しいです。めっちゃ楽しい、よかったよかった。なよこちゃんも楽しい。はい、すごい楽しいです。よかった。まよこちゃんも楽しいです。まあまあ、まゆこから自分飲んだなって、まゆこって言ってますけども、あ、もうまゆこちゃんじゃなくてまゆこにしたんや。まゆこ、まゆこ、まゆこ、あれまゆこ、まゆこちゃん、まゆこちゃん、あの画面入れ替わりになってる。はい、じゃあちょっと冷静になってくださいね。はい、では行きましょう。続いてのゲームは愛してるゲーム。はい、このゲームはですね、与えられたシチュエーションを演じ、最後の決め台詞愛してるで最も女性をキュンとさせた人が勝ちというゲームです。まず僕がですね、くじを引いてシチュエーションのお題を言います。はい、そのシチュエーションに応じて愛してると言っていただくということですね。女性陣が一番キュンとした人の名前を言っていただいて、その人の名前が一番多かった人が勝ちということですね。はい、これキュンとさせるということで、これ自信あります。池田とかどうですか。いや、もう僕はキュンとさせるために今日はここ来たんで任せてください。ら、もう真っさらな状態で戦います。僕はもう真っ白、真っさらな状態で戦いますよ。あ、背景が、はい、だから真っ白にしてるということで、何もいらないです。真っ白な気持ちで、はい、刺身どうですか、自信は。いやー、そうですね、余裕、余裕ということで、もう絶対ね、これはもうキュンと刺したいね、ここで。あ、でももうここも真剣勝負でいきます、本当に。はい、ちょっとさっきまで、ね、どうですか、自信の方。来ちゃいましたけど、まあ、とりあえず、さわちゃんとななこちゃんを幸せにで、まゆこをキュンキュンさせちゃう。ん変だ、消えた。まゆこちゃん消えた、まゆこ、あの、変なやめてください。だからこれ、これ地獄の鬼ごっこするのやめて。これもう見てられへんから。だからね、ちょっと我慢してくださいね、まゆこちゃん。はい、ということで、ではシチュエーション決めたいと思います。さあ早速ゲームを始めていきましょう。まずじゃあ刺身から、はい、行きましょう。お願いします。はい、じゃあお題いきます。ういう、はい、こちら、はい、デートの帰り際女性を呼び止めて愛してる。あー、なるほど、なるほど。刺身準備大丈夫ですか。余裕、まあ、余裕ということでいきますよ。ではデートの帰り際女性を呼び止めて愛してる、お願いいたします。いや、めっちゃ楽しかったね。いや、やばかった。なんかちょっと正直時間経つの早すぎるなってなんかもう思っちゃったな。またレンコンの天ぷら食べ行こうね。ちょっとまた、お疲れ。ごめん、ちょっと忘れ物したわ。ちょっと言い忘れてたことあるんだけど、愛してる。わあ、いいよ。あ、ちょっと待って、すごいすごい、反応がね、今僕パッと見てたら。さわちゃんどうでした。結構キュンキュンきました。これは、まゆ
まゆかちゃんどうした？つぶらな瞳で愛してるわ、完璧。つぶらな瞳が好き。やっぱね、そこがまた点と点がつながりましたね。つぶらな瞳って言ってましたもん。はい、ななこちゃん、どうでした？いただいてました。ななこちゃん、レンコン、レンコン一緒に食べたいなと思いました。ああ、そこまで。まあ、箸の、箸のね、箸の持ち方、冷凍機言ってくれてた。挟んで綺麗な持ち方で、うん、わあ、すべて点と点が回収されて、いや素晴らしかった。ちょっと今のはキュンとしましたね。はい、では続いて池田参りましょう。はい、池田のお題は、はい、こちら。はい、お、彼女の家で長年連れ添った彼女に対してのさりげない愛してる。はあ、なるほど、うん、長年連れ添ってたらあんま愛してるなんて言わないじゃないですか。そこでちょっとさりげなく愛してるという、というなかなかちょっと高度な。はいはい、大丈夫でしょうか？大丈夫です、行きましょう。じゃあ行きましょう。では池田の挑戦で、彼女の家で長年連れ添った彼女に対してのさりげない愛してる、お願いします。はぁ、あ、先お風呂もらったね、ありがとう。ちょっとドライヤー借りるよ。はぁ、あ、あ、もうお風呂さ、先入っちゃ、いいよ入っちゃって、お風呂入っちゃっていいよ。あ、ごめん、愛してる、愛してる。おあれ？なんか見える？あれ？ハートが、ハートがありました。そのための白背景。そこまで言わんとってください。ハートが出てきた。ここまで、ここ愛してるとこの後のハートまでがセットですね。ハートが出てきました。もっとうなずいてる女子が多い。さあ、ななこちゃんどうでした？いやもうそのドライヤーがリアルでちょっとキュンとしました。で、リアルな演出もしてて、はい、めちゃめちゃその場に感じしましたね。まゆこちゃんどうでした？はい、やっぱ長年寄り添ってるお風呂です。なんで俺お風呂に愛してるって言ったの？長年寄り添ってる感じの風呂上がりやった。うん、なるほど。さあ、さわちゃんどうでした？なんか最後のやっぱハートの演出が良かったです、めっちゃ。わー、めちゃめちゃ良かったと。めっちゃ良かった。わー、お見事でございました。ちょっともう、さわちゃんずっとにやけてます。確かに。はい、わー、これは高等技術でしたね。はい、池田さんありがとうございました。さあ、では続いて奈良さん行きましょう。はい、奈良さん、くじ引きます。シチュエーションはこちら。はい、こちら。味噌汁のお椀の蓋を開けたら、味噌汁に使っていた女軍人に愛してる。難しいな、これ。女軍人難しいな。大丈夫ですか？味噌汁のお椀の蓋を開けたら、味噌汁に使っていた女軍人に。味噌汁の蓋を開けたら、味噌汁に使っていた女軍人愛してるでございます。大丈夫ですか？なんか俺だけお題飛んでないか、大丈夫か？それでキュンとするか？飛んでますか？大丈夫ですか？飛んでるかな？やるけど全力で。はい。さあ、行きましょう。では、味噌汁のお椀の蓋を開けたら、味噌汁に使っていた女軍人に愛してるです。お願いします。はぁ、あ、寒い寒い。はぁ、あ、味噌汁のお椀もやってられんね。うわっ、お前こんなとこおったんかい。あ、帰ったんや昨日。確かに傷がしみ、それ味噌汁入ったらしみれよ、そりゃ風呂入った方がええよ。確かに塩よっきはなんか味噌っきはなんかその消毒に効くみたいに聞くけどさ、俺の思うと思ってたからやん。俺言うやろ。味噌汁使ってるとき普通言うか、そんなこと。驚きのがでかかったからさ。愛してる。ちょっとだけ飲むぞ。いやいや
はい。愛してるって言ったと何て言いました？ちょっとだけ飲むぞ。ちょっとだけ飲むぞって言いましたね。年寄りだからね。ああ、なるほど。やっぱ女軍人やから傷がいろいろあると。あるからまあ消毒みたいなことしてんねんけど、やっぱ味噌汁良くないぞって言いながらな。でも結局。なるほど。はい、なるほど。さあ、女性の方々もね、結構いい反応してたんじゃないでしょうか。さあ、ちょっと、これはどうなったでしょう。では、女性の皆様、判定でございます。一番、キュンとしたの。刺身どこ行きました？あれ刺身追っかけて、ナダルさん消えた。なんで刺身の追っかけんの？の消えた人みんな追っかける。まえこちゃん追っかけの若くん、なんで刺身を追っかけんの？消えた人みんな追っかける。刺身出た人、誰でも追っかけんの？どこ行った刺身でもほんまにおらんくなってる刺身。自分のね、ありますから、生配信ですからね。刺身がどっか行った刺身どっか行ったそれを伝えに来てくれたんですか今。刺身来たなぁ。大丈夫か？あ、いけた。よかったよかった。じゃあね、刺身聞こえる？これ、オンにして、マイク。あ、あの、刺身大丈夫？なんか余裕。ああ、よかったよかった。よかったです。ナダルさんが告白し始めたら、はいなんか、はい、なんか画面がカチカチカチってなってでナダルさんが愛してるって言ったらズーム自体が全部なんか一回なんかシャットダウンみたいな感じ。ナダルさん何めちゃめちゃ怖い現象起きてるやん。怖いなぁ。何やねその時空歪んだんですかね。はい、ということで判定です。今から刺身大丈夫か。すごい笑顔で止まってるぞ。まあええか。行きましょうか。すごいな。年賀状にもできるような笑顔で。判定の方、行きたいと思います。一番キュンとした人の札を上げてください。皆さん。では、一番キュンとした人。こちらです。どうぞお上げください。あ、池田さん刺身さん刺身ということで刺身止まってる刺身よかったな。よかった顔してる。喜んでる顔してる。でも刺身喜んでる顔はしてますわ。あれ刺身消えてるわ。ミュートなってる。あ、はい、一番キュンとした人刺身でした。ああーマジっすか。 ありがとうございます。よかった。もう満面の笑みでフリーズしてたからさ。奈良さんちょっとね票が入らなかったですけども、まあまあちょっと悪かった。お題が悪かった。なんやねん味噌汁の中に使ってる女。どんどん来てくる。ありきたりすぎたってのありますね。ちょっとベタすぎたって。どこはベタやねん。初めてのシチュエーション。はい、ということで愛してるゲームでした。はい、では皆さんついに来ました。最後は告白タイム。拍手。はい、ついに来ました。告白タイムでございます。皆さん拍手してくださいよ。はい、男性陣が一人ずつ女性に告白をしてもらいます。女性は OK であれば画面を出してください。今のさっきやった要領みたいですね。男性陣が告白したい人にこの人お願いしますっていうので、そこで OK であれば画面をオフからオンにして顔を出してください。ごめんなさいの場合は顔出さないようお願いいたします。告白する人が被った場合はですね、ちょっと待ったと割り込んでください。それも OK にします。はい、ということで皆さんの中でこの人ちょっと好印象やなっていうのいると思うんですけども、男性陣から告白するんで、はいはい、さっきの要領で OK の場合、ほんまにそこで OK になった場合もう全然もうこの後デート行くなりね、まあこういう時期ですであれですけども、もう落ち着いたらもう全然
それをもとさっき言った遊園地だったりね、いろいろ行って言ってもいいですから。プペル。はい。プペル言ってますけど。さあ、ではまず刺身からいきましょう。お、はい。もう決まってますか、刺身の中で。あ、でもやっぱもう決めました。決めました。はい。はい、ということで、では刺身以外のメンバーは画面オフにしてください。お願いします。はい、僕も一応画面をオフにいたします。はい、お、はい、刺身だけになりました。はいはい、では刺身、告白した相手は誰でしょう。飛田沙和ちゃんです。おお、来ました、飛田沙和さんでございます。さあ、ちょっと待ったを言うなら今でございます。誰もいないですね。ちょっと待って、あーっと、ここで池田が頭を抱える刺身。池田、ちょっと待ったですか。はい、ちょっと待った。なるほど、はい、ちょっと待った、池田が来ました。刺身君、改めて告白があって、刺身君の告白など OK であれば、さあちゃん画面を出してください。もしごめんなさいであれば、はい、そのまま画面オフにお願いします。では刺身、改めてお願いします。沙和ちゃん、レインボーの YouTube のがすごい好きって言ってたけども、これがたとえ叶わない恋だとしても、僕は君の笑ってる顔がすごくこの短時間で好きになりました。なんで、もっともっと笑わせるんで、僕と付き合ってください。さあ、沙和ちゃん、どうでしょうか。ごめんなさい。声だけが飛んできました。ちょ、西野さん、はい、ちょ、最後に一言だけいいですか。なんすか。余裕。ちょ、私、死ぬ前の一言みたいなやめてください。あー、死んだ。さあ、では刺身はごめんなさいということで、両者ごめんなさいなのか、それともどうなるのか、池田、はい、改めて告白お願いいたします。レインボーを見てくれてるって言って、知ってくれてるなっていうのはすごい嬉しかったんで、僕も知っていきたいなと思いました。仲良くなってください。さあ、沙和ちゃん、答えはどれでしょう。やったー、おめでとうございます。ほら、やりましたね。オッケーですか。なあそれ。やりましたね。なあそれ、これオッケー、やったー。ああ、寂しい。どうですか、沙和ちゃん。でも前から知ってたっていうのもあるんですけど、あら、今回のちょっと短い時間だったんですけど、すごい、うん、いい人だなと思ったんで。嬉しい。何見てんだ。うわー、よかった、やった。ということで、池田くん、はい、富田さん、カップル成立でございます。やったー、すごい。やりましたね。うわー、すごいな、おめでとうございます。ちなみに池田くん、沙和ちゃんを選んだ理由は、やっぱね、こうたくさん笑ってくれてるっていうのは、ずっと横にいててほしいなとは思いましたね。なるほどなるほど。しれっとめちゃめちゃかっこいいこと言うやん。ずっと横にいてほしいなと思った。はい、なるほどね、おめでとうございます。はい、じゃあ続いてナダルさん。すごい怖い顔で今パーンって出てきたんですけど、やめてください。なんでそんな怖い顔してたんですか。いや、違う、ほんまにやっぱ真剣に思い伝えたいから。悩みますもんね、これは。やっぱり女性3名いますんで。では、ナダルさん、告白したい方はどなたでしょう。まゆこ。まゆこ。ということで、
ちょっと待ったの方いればお願いします。ちょっと待ったないですね。ではまゆこさんの告白、まゆこさんに対して告白ですね。はい、ななさん改めてまゆこさんに対して告白お願いいたします。まあ、最初はなんかただタートルネックかぶってるだけやんと思ってたけど、なんかやっていくうちになんか気持ちがどんどん一つになってって、まゆこがおらん生活あんま考えられへんかなって思いました。マジで好きです。付き合ってください。なんかマジすぎたかな。まゆこ、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 まゆこどこ行った、まゆこどこ行った、まゆこ、まゆこどこ行った、まゆこ、まゆこ、何が起こってるの今、機材トラブル。機材トラブルこれ。なんやこれ。早い終わろうぜ。8時10分やで。押しまくとるわ。8時まででしょ。大丈夫かこれ。10分押してるけど。これ残業代つくんすか。早か。もう早終わりたいのにな。もうほんまだからしてくれや。ほんま。てってれー、ちょっと待って、ちょっと待って、てってれー、ちょっと、どういうこと、どういうこと、マイコ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 、ドキリでしょー。どういうことですか。マイコ読んだのに、画面出てきました。出てきそうになってたけど。出てきそうになってた。そんなん見えるんですか。なんかボタンを押す、何回も連打してる感じしたけど、うん、出れへんかった、出てこれへんかった、出てこなかった。うん、まゆこ、まゆこ、もう、まゆこはいません。というか、皆さんもこのズームから退出してます。どういうこと、どういうこと。ドッキリです。ドッキリ、どういうことよ。ななさん、どういうことよ。これはですね、うんうん、NSC ビジネスコースの生徒が企んだ、うん、大ドッキリ企画でございます。な、な、なに、みんな殺すから、ちょっと呼んできてくれ。全員殺すから。全員殺したらもうダメなんです。はい、ドッキリなんですけども、どっからドッキリかわかります？え、あの、やめてください、あの、調べんの。あの、一般人の女性のあの、ズームのプロフィールいじんのやめてください。マイコ、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 強制的に。マイコ、マイコ、じゃもういなくなっていいよ。マイコ、マイコ、いやいや、マイコ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 、強制的に入室させた。そんなやり方が。ななさん、ドッキリなんですけども、何がやねん、振り返ってください。何、どっからドッキリだと思います。どっからドッキリってどういうこと。違和感なかったですか、いろいろ。違和感、まず最初の違和感どこでした。最初の違和感、最初おかしいなって思った。本当に正直に言っていいんですか。はい、あの、最初からずっと違和感です。自己紹介の時から、正直なとこ、そんなこと言います。もう初っぱな5分から違和感。違和感あった。自己紹介の時どんな感じでした。つって、なんか反応なさすぎるし。音声は聞こえてたの、あれ。音声は正直聞こえてました。聞こえてた。ただその時のドッキリが、うん、奈々さんの自己紹介の時に、うん、聞こえないふりをする。聞こえないふりかい。そうそうです。いや、単純に思んないかなと思って、それも心配やったけど。あ、僕が映ってなかったということね。で、思わないから、映ってる、映るから気使ったら後ろの。すいません、シャンジさん、かわいそうに。ここで好感度上げようとするね。まあ、ナチュラルに面白くないから無視されてると思ってたよ、うん、無視とかじゃない、聞こえてないふりをするっていうね、がありましたけども、続いて
これなら勝てそうランキング、うん、違和感ありましたか？違和感ありました。何がおかしかった？タートルネックで最下位やと違う違う違う、うん、あ、まあまあ、ほぼタートルネックで最下位、うん、実はですね、うん、全ランキング奈々さん最下位になってます。そうね、全然、まあまあ、そうか、最下位か。そうそう、なんで俺がタートルネックでランキングで一番最下位なのかな。ああ、なるほどなるほど。だって俺イコールタートルネックでとかあるやん。ああ、なるほどね。だから奈々さんの印象もついてますからね、うん、だからアパレルの友達が言ってましたけど、白タートルニット、うん、白タートルネックの売り上げがめっちゃ落ちてるらしいんですよ。俺が売り上げ止めてんの。スミちゃんさんもじ何だかあれ、あ、じいちゃんね、じいちゃんのあれ、うん、袖切れてるやつのトレンド止めたらしい、うん、そうか、スギちゃんとナダルが日本のトレンド止めてる、初めて日本のトレンドを止めた芸人ということで、うん、はい、では続いてですね、相性合っちゃってるゲーム、うん、これはなんか違和感ありました、ね、相性合っちゃってるゲームどんなやつだっけ。あ、映画館のやつか。そうそう、相性だから奈々さんがもうめちゃめちゃ乱入してきた、ね、俺がもういろんなとこ入りすぎて俺が違和感やった、ね、うん、誰が違和感とかなかった、うん、そうそう、ドッキリかけられてるのかと思う、こっちが。あの時に至っては、まあ、あれはまあ相性がナダルと会った時にみんな嫌な顔するっていうね、あ、うん、そういうドッキリでしたね。で、愛してるゲームおかしかったですか？愛してるゲーム、うん、おかしいやから、おかしい、何がおかしいやろ、何がおかしい、味噌汁の女軍人入ってる。おかしい、おかしいやろそれ。ベタなお題と思う、どこがベタやねん。初めて聞いた。でも女軍人のお題うまかったな。傷に、味噌汁しみるやろとか、塩分がなって、いや、なんか一回やったことあんのかな。あるか。それ以外になんかこれドッキリちゃうかってのありました？これ以外、うん、マユカマジで俺のこと好きやったけど、うん、なんかもうその態度取ってたみたいなこと。あ、マユコちゃん、ほんまはファンやったみたいな。ほんまはファンやった、目見たらわかんない。一応3名の方に奈々さんにつなげる前に、奈々のことはちなみに好きなんですかって聞いたら、誰も何も答えなかったので、多分興味ないっていう。嫌いでも好きでもない。ちょっと一回全員ほんま呼んでくれ。ほんま全員ビンタするから。あかんかん、バンされるから、このあかんと。はい、ということで、ドッキリでした。ほんまにこのビジネスコースのね、皆さんが考えた、すごいですよね、NSC なのに。センスないよ。何がありますか？いや、俺、Zoom で王様ゲーム出てくると思ってこっち来てんで、俺。Zoom で王様ゲームするための俺、神保町にバイクで来てんから寒いなと。その、いや、寒いな。マイコ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 、あ、サーちゃん起きた。サーちゃん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 マイコマイコサーちゃんナナコちゃんナナコちゃんナナコちゃんもね、あ、行きましたね。ナナコちゃんナナコちゃんナナコちゃん、ありがとうございました、皆さん。すいません、ありがとうございました。いや、ほんまに無茶ぶりでね、ちょっと、ほんまに大学生ですから。ほんまの大学生。それはほんまやから、はい。ビジネスコースのお友達の女性3名に来てもらって、ほんま演技していただいて。全然おもんなかったやろ、ほんなら。どうやった？こんな、おもんなかったやろ。どうやった？面白かった。楽しかったです。まあ答えてくれよ、ほんで。奈々子ちゃんとかどうでした？あ、やってみて。笑いをこらえるのに必死でした。笑いこらえるのは必死。じゃあ、ほんまの奈々さんのことは好きってことだよね。いや、そういうわけじゃない。ちょっと、リップサービスしててよ。なるほど。さあちゃんもね、池田が好きっていう、レインボーが好きっていうのはほんまですか？それは本当です。ほんまです。いや、でもなんか、なんだろう、女装してるのだけ見てて。あ、なるほど、なるほど。女装ね、めっちゃ面白いネタいろいろありますから、うん、それでちょっとゲームを好きやったと。はい。楽しかったんじゃないですか？いや、楽しかったです。ありがとうございました。よかった、よかった。奈良さんのことは好きなんでしたっけ、もともと。いや、ぶっちゃけでいいですよ、正直。いや、特に。特にない。さあ、さあ、どの名前ですか？ありがとうございました。ありがとうございます。そしてまゆこちゃん、はい、一番まゆこちゃんがね、カロリーかなって思いますけど、どうしたまゆこ、何があった、何があったか言ってみよう。まゆこちゃんどうなんですか、実際ナダルのことは知ってました？はい、もちろん。あ、なるほど。印象はほんまにこのね、いろいろ良くない印象バーバーって言ってましたが、あれはちょっと仕掛け人ということで言ってたんで、ほんまの印象はどんな感じですか？
そうですね、うん、とても面白い方だと思います。あったー。最後どうしたどうした、まあ、最後の最後に定型文いらんなかった。定型文そんな敬語で喋られても響くか。いやー、やっぱこの一番のハイライトやっぱりまゆこ VS ナダルの鬼ごっこ。初めて言いましたズームの鬼ごっこ。まゆこまたやろうな、ズーム鬼ごっこ。はい、ということで皆さんほんまにありがとうございました。とても面白くなりました。ありがとうございました。はい、ということで、NSC ビジネスコースが考えたドッキリ企画でございました。本当にね、もしよかったらまたこのチャンネルでいろんなね動画も配信してると思うんで、うん、楽しかったですね。絶対思んない。早く怖いねそれ。はい、ということで、見ていただいた方ありがとうございました。さよなら。皆様ありがとうございました。